出ました。非常に新しいイベントでございます。泉区には12の連合がございまして、それぞれ異なるいろいろな行事を多彩に行っております。今日もここで泉中央連合がふるさと祭りというのを朝からずっとやってました。非常に賑やかだと。やっぱり町おこし、町の発展というものにつきましては、どうしても皆さんの理解と、何か行事をやってそれに群がってくる、それでいろんなことを発表する、こういったことが非常に大事じゃないかなと思ってます。この泉区役所がこの行事を始めるにあたりまして、それでは一つ連長会も乗っかるんじゃないかということで協力の声を上げました。先ほど来紹介がありましたロータリークラブ、オアシスの会、泉クレーン商店会の皆様方、本当にありがとうございます。これからもぜひこのことを一つのきっかけにして、もっともっとうまくいけるかどうか、いろいろ研究していきたいと思います。我々といたしましても、できるだけ皆さんのご協力に添えたいと思っておりますので、ぜひともご協力とご指導をお願いします。成功を祈ります。ありがとうございます。望月様、ありがとうございました。またこの地蔵原の水辺での開催にあたり、多大なるご協力をいただいた泉中央連合自治会会長の日奈美様よりご挨拶をいただきます。こんばんは。泉中央連合自治会の会長の日奈美でございます。スマートイルミネーションの開催、大変おめでとうございます。地方連合自治会としましても、地元でやるお祭りでございます。ふるさと祭りの続きになりますけども、地方連合自治会としては、ここが子どもたちの心のふるさとになるようにということで、ずっといろんな催しをしております。その中で今日は新たなイルミネーションという素晴らしい灯火の日のお祭りがあるということで、非常に嬉しく思っております。私の座右の銘はですね、一風を照らすっていう言葉が、これは仏教の方ですね。なんかスマートイルミネーションっていうのは外国の言葉みたいですけどね、一風を照らすっていうのは仏教の言葉ですから、その言葉をいつも自分で噛みしめております。子どもたちが作った一つ一つのこの光の実ですね、これはそれぞれのところを照らしていますが、この光の実がですね、やがては大きな心の灯火になって、また皆さんのこれ社会を多く灯すんじゃないかというふうに私は期待をするものでございます。何しろ昨日こう通りましたけどね、綺麗です。暗くなると地蔵原こんなに綺麗だったのかなと私も思いました。ぜひ楽しみにしたいと思います。今日はお招きいただきましてありがとうございます。日奈美様、ありがとうございました。本日は泉区連合自治会町内会長会より、緑園連合自治会会長長谷川美希夫様、新橋連合自治会会長横山和夫様、泉北部連合自治会会長新井長夫様、泉中央連合自治会会長日奈美勇様、下泉連合町内会会長佐藤俊夫様、中田連合自治会会長望月栄様、白百合連合自治会会長林義弘様、多くの方々にお越しいただき大変ありがとうございました。ここでスマートイルミネーション泉を開催するにあたり、ワークショッププログラム光の実をはじめ、
企画運営にご協力をいただきました共済団体をご紹介いたします。横浜泉ロータリークラブ環境保全委員会委員長内藤義行様、オアシス21世紀の会会長小島かおる様、泉区商店街連合会会長青木和幸様、この3つの団体を代表いたしまして藤崎会長をはじめご協力をいただきました横浜泉ロータリークラブ内藤様よりご挨拶をいただきます。この素晴らしい、イベントにですね共済という立場でお手伝いをすることになりました、泉区横浜泉ロータリークラブの内藤と申します。本日は3団体が、共済をいたしましたので代わりまして私の方から一言ご挨拶をしていただき、したいと思っております。実は私は話をする前にここに大勢子どもたちがいるというふうな思いがたくさん頭の中にありました。したがってその現在参加している水辺の方にいる子どもたちにも向けてお話ししなければいけないんじゃないかなとそんな思いがいたします。まずは子育て支援拠点のかわいいお友達、幼稚園保育園の元気なお友達、そして小学校のお友達、その三者がこの会を盛り上げたわけでございますけれども、ちょっと明るすぎてその雰囲気はなかなか出てきませんけれども、今日は天気が良すぎたんです。そうして、曇りだったら4時半ぐらいになるとだんだん暗くなってくるわけですけれども、まもなく綺麗な日が灯るというふうに思っております。子どもたちはこうした絵を経験することによりまして、非常に心の広い創造性豊かな子どもに育つんじゃないかなとそう思ってるんです。先ほどずっと、絵を見てまいりました。ドラえもんの絵を描いた人、ニコニコ笑っている顔を描いた人、いろんな素晴らしい絵がたくさんありました。子どもの気持ちが伝わってくるなとそんな思いがしたわけですけれども、子どもたちのこの体験を大事にしながらますます成長していただきたいとそう思うわけでございます。またお連れしていただきました保護者の皆さん、現在は足元は非常に明るいわけ でございますけれども、これからだんだん暗くなってくるとお子さんと一緒に行動するにあたって怪我をするということも考えられますので、その点十分気をつけていただきたいと思います。保護者の皆様、素晴らしいこれから絵が、日が 点灯されると思います。すでにもう点灯しておるんですけれども、さらに鮮やかな日が見られます。子どもたちはそうした素晴らしい絵を描いていただきましたので、子どもたちにも褒めてあげたいと欲しいんです。とってもかわいい絵描いてくれたね、ありがとうというふうな気持ちで子どもを描いた子どもたちに対して励ましを